はい、皆さんこんにちは。富里の関です。今回なんですけど、先週に引き続き今回も Vlog みたいな感じでカメラを持って桟橋を回っていきたいなと思います。で、今回ですね、マルキューの小山さん率いる慶三クラブだったりとか、上手な人が結構いるのでいい話を聞ければなと思います。よろしくお願いします。やめてくれる、事務所通してくれる。絵になる男見つけちゃいましたよ。どこを連れてんの？いや、まだ こっち側しか回ってないですけど、うん、お、さすがちゃんと回すと釣りますね。持ってるね。いや、これ今日85枚目だ。暮らしは1個だけど。暮らしは1個だけど85枚目。そうそうそう。さすがです。持ってるね。もういいよ。ちゃんと取れたぜ。はい。ちゃんと多分取れてたと思います。よかった、ネタができて。ああ、ほっぺたな。あ、お隣さん釣ってますよ。お、持ってね。いいですね。アイデアだね。団子ですか？いや、ヒゲです。あ、ヒゲか。まあ、すごい、小倉くんサンフラ？やっと魚があったとこっすよ。いや、だから全部からでも。ああ。朝は結構良かったんですよ、おにぎらいして。動画出ても大丈夫？あ、全然疲れてます。お、あれ。今サンフラだけど、両団子。両団子、まさかずっと両団子。おー、餌の配合は朝良かったのが、はい、革新と光天を300ずつ、はい、水200入れて、はい、で、BB100 を水入れた後の具に入れて、おー、いやー、もうちょっとない軽いのかな、エアー噛んでるから軽くて嫌わ。あ、それで朝はちょっと受けさせながら、なおかつ棚に入っても当たる感じですね。出た、今日の優勝者だから。あ、違います。いや、違います。サムネだな。じゃあインタビュー撮っといた。逆に今は食いが渋くなったから、ちょっと固めの餌で、あー、なるほど。棚に魚がいれば結構当たってくるんですけど。竿は何尺で？竿は15です。15。今当たりは結構出る感じ？当たりは結構出ます。大体まあ当たりで終わるかなって感じです。あ、ユキ緊張してね。カメラに向かって言われそうね。
まあじゃあ餌のシーン使わせてもらうんで、餌のシーンだけ、はい、うん、じゃあ、はい、ありました。どうですか、釣れてますか？すごいですね、サンフラ、さすが。 YouTube 映っても大丈夫ですか？映っても全然、映して、ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、今ね、はい、ペレチューやってるけど、はい、このサンフラペレチューじゃないから。あ、そうなんですか。そう、朝団子をやって、はい、朝団子やって一プラ釣ったかな。でその後はつぶせんなしの、はい、ちょっとマッハ多めのセット。おお、それがやっぱ一番良かったかな今日は。へえ。その餌の配合とか教えてもらってもいいですか？ああ、大丈夫。餌がね、GD が200。GD が200。で、パウダーベイトが200。はい。で、バラケマッハが400。はい。で、水が200。で、カンタもね、結構でっかめにつけて、はい。もう本当、王道にもちゃんと馴染み入れて、はい。いい時はそのままドンっていって、わっぱり。はい。でその後バラケが抜けてちょっと煽ってて待ってるとドカンって言って、あの下っ端にも食わせ。ああ、そう、それも良かったんだけど、ちょっとね、結構それでも厳しくなったから、はい、最後残りはちょっと上後で2本ぐらいの棚で、まあ、でかいのが1個2枚でも3枚でも釣れればいいかなと思って。ああ、なるほど。でちょっと最後は大型狙いで。この上後のペレチューも、はい、2本ぐらいが動くかな、やっぱ一番。あ、1本とか1本半もやったんだけど、はい、やっぱ動くけど当たりにつながらないで、はい、やっぱ2本ぐらいが一番当たりにつながる感じかな。あ、先週もそんぐらいがなんか良さそうだったんですよね、話聞いてると。浅いとね、動くんだけど結局上の魚相手しちゃってる感じで、はい、それに釣り合わしちゃうから、だから結局釣りが難しくなっちゃう。長い竿でやるには。あ、だったらもうそいつら無視して、はい、もう2本ぐらい棚取って、はい、いや当たりとか動きちょっと少ないんだけど、まあ、当たればでかいみたいな。でかいもしくはいいヘラ、はいはい、っていうのが。長いの出すんだったら今みたいな動きが出てて、はい、結局餌を柔らかくとかちっちゃくしちゃうと上の魚を相手しちゃうから、うーん、ああいう動きしたくなっちゃうけど、それでもやっぱちょっとしっかりめの大きめの餌をつけて、はい、すごいな、動きっきりになってきたな。うーん、で動くけど釣れないんだ。うーん、動きっきりですよね。そう、でもね、これ我慢してていいのが入ってきたときはやっぱ簡単にドカンって当たるから、あ、この動きに合わせて針ちっちゃくとか餌柔らかくとか、はい、やっぱりしちゃうと今度肝心ないいヘラが取れなくなっちゃうから。ああ、なるほど。ちょっとやっぱこれ我慢だね、これは。はいはい、ある程度殻とかももらいながら。やっぱあと日曜日はもう動いてる釣りを続けるのがベストかな。ああ、やってきて、うん、はいはい。いい動きなんで、これで当たってくれれば最高なんだけど。僕行った方がいい。じゃあちょっと小島さんのとこ見てくれ。編集とどうですかって。同じ場所に入ってどうですかって。いや、すいません、ありがとうございました。使わせてもらいます。釣ってますね。釣れないよ。泣いちゃってるよ、もう。先週と比べてどうですか？全然だね。
半分以下だねこれ。あ、でもサンフラン持ってるじゃないですか、うん、さすが。よかったですよ、木切った甲斐がありましたよ。ありがとうございます。今日もお二人とも両団子ですか。そうです。おーすごい、ダブルお二人で。おー結構いいヘラっすね。何これ、やばい、やばい。おーいいヘラだ、すごい。見つかったんですか。もう綺麗ですね、綺麗なヘラ。もう重たいよすごい。すいません、ありがとうございました。どうも。なんだ、先週引き続き、はい、引き続きお、ちょうど釣れてる。風がちょっとこっちあれですね、嫌な風ですね。でもこの風は大量出るから。あ、暖冬はこの2、3倍じゃ大量出るから。風がなかったらな、多分もうちょっと釣れると思うよ。うん、そうっす。これ朝と逆ですよね、風。逆逆。朝北風でしたもんね。朝音すっげー寒かった。あ、今日冷えましたよね、朝。渡辺さんは今日どういう釣りやってるんですか。9尺のメーターの簡単セット。風がなかったらね、はい、なじましてすぐ抜いて、食わすだけで待ってた方がいいんだけど、はい、どうしてもこの川流れだと。多少しょわし気味は気味なんだけど、はい、うん、でも他の人から比べれば全然バラケはあの柔らかいと思う。あ、これバラケの配合とか教えてもらってもいいですか。ね、結構あれなんだけど、粒線が100、粒線が100、うん、はい、トロスイミ50、はい、でセットが100、はい、で水、400でいっちゃうの、かなり多いの。水400、はい、うん、セットアップとセット専用と GTS を200ずつ入れて、はい、やわに作っといて、それをあのパウダーベッドのスーパーセットでちょっと団子チックに。へえ、うん、なぜかというとボスで入れるとね、魚がはしゃいじゃうんだよね。やわの大きめで入れて、はい、でなんていうの、できれば上張りでも早く食わしたいんだよね。まあ、あの両団子も釣れてる時期だから、はい、うん、あわよくば上張りで早いあたりで上張りみたいな感じしたいんだけど、そこまでじゃないんだよ、まだ。多分おとといぐらいまでの割だったらもっと団子にも釣れちゃうんだと思うけどね。あ、昨日今日で冷えましたよね。朝冷えて、今日もそこそこお客さん入ってるから、はい、釣れそうで釣れないんだも。ジャミとかがいるからで、ボスを打つと、はい、打ちたくなるんだよ、はいはい、うん、そうすると魚もはしゃいじゃって、はい、うん、ちょっと季節を変えめながら、うん、あ、だったらヤワのネバーで入れた方が、うん、最近の結構としては早い当たりで当たったのが釣れる確率が上がる。あ、間延びして当たるときに大体空あそんなもんだから面白いもんだよ。じゃあ最後はちょっと小山さんたちに話聞いてきます。ありがとうございました。どうですか小山さん。YouTube 載せても大丈夫ですか。あ、大丈夫だよ。ありがとうございます。うん、今日はね、いや風がきついですね。あってね、両団子でやったんだけど、はい、本当に朝のうち良かったんだけど、だん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 あの風が強くなって冷たくなってきたら、はい、釣りが渋くなってきちゃった。でもやっぱり団子で釣れると面白いね。あ、まあそうですね。はい、面白いです。なかなかね。この時間になってこの南風なのに冷たいんだよね。そうっすよね、すごい冷たい。またあのこの間まで暖かかったじゃん。はい、急にこれだけ寒くなると応えるね。木曜金曜なんか暑いぐらいだったんですけどね。半袖だったもんね。はい、昨日今日は寒いですよ、ね、全然気温が上がんない。でも結構肩のいいの釣れたから面白かったね。あ、そうですか。うん、綺麗なヘラ釣れたよ。あ、
今日も朝から漁団子で。そうそう、うん、もう自分は団子なんですよ。これ小山さんの餌の配合を聞かせてもらってもいいですか。いいですよ。僕のはね、はい、あのスゴフが200、スゴフが200、はいはい、それからマッハが200、はい、カルネバが200、はい、これで水が150、はい、でよく丁寧にかきまして、ちょっと固めに仕上げといて、はい、あとその浮きの動きを見ながら、はい、少しずつ手水でやあの乗るとこまで柔らかくしていく。ああ、なるほど。まだ今の時期だからそういう感じでやるんですけど、はい、あの暖かくなったらあの水を200入れちゃいます、最初から。あ、ここで溶いといてちょっと柔らかめに仕上がっちゃうんで、はい、でそこへあの浅棚1本を足しながら、はい、あの硬さ調節していきます。うん、あら、全然だったよ。嫌でしたね。嫌でしたね。な、今釣れたらかっこよかったのにな。消し込んだのにね。だって、いやー見られちゃったよ。やばい。伊藤君困った。見られちゃった。焼きおにぎりどうでした？美味しかった。良かったですか？美味しかった。ああ良かったじゃん。ご商品にしていいよ。ぜひ皆さんも頼んでください。焼きそばと焼きおにぎりセット。美味しかったね。はい。合うよね。うん、いいっすよね。スマホでやってたじゃんよ、前から。はい。土日じゃないと、ほら、食べなさいかったから。確かに、そうっすね、うん。やっぱ焼きそばだけだと寂しいね。はい。あれ、いいと思うよ。味もすごい良かったよ。うん、ありがとうございます。何分今？終わり？いや、ダメ。そういうことやったら怒られちゃう。じゃあもう、ね、例会終了ということで、うん、じゃあラスト一投。ラスト一投ね。Thank you.
ダメでした。はい。はい、じゃあ終了ということで。はい、お疲れ様でした。何か言った？じゃあ先生、ありがとうございました。はい、じゃあ今回の動画はここで締めたいと思います。はいはい、ありがとうございました。どうも、お疲れ様です。